機関車トーマス。ケビンの自慢のフックというお話。初動灯の機関車たちはみんな忙しく働いているのが大好きだった。どの機関車も一生懸命線路を走って荷物をあちこち運んだり、それぞれ役に立つ仕事をしていた。ある朝、初動整備工場はとても忙しかった。特にビクターは大変だった。ちょうどトーマスとパーシーがボディを磨いてもらったところで、彼らはピカピカに輝いていた。今からスペンサーのボイラーを取りに行かなきゃならん。ケビン、留守の間整備工場の責任者を務めてくれ。しっかり働けよ。よく考えてな。わかりました、ボス。もちろんそうします、ボス。ケビンはワクワクしていた。頑張ってね、ケビン。君ならできるよ。トーマスは走り出そうとピストンを動かした。するとドラム缶をたくさん乗せた貨車にぶつかってしまった。貨車は大きな音を立ててパーシーにぶつかった。パーシーはとても驚いた。びっくりした。ケビンはトーマスとパーシーの新しい遊びを眺めていた。彼は楽しいことが大好きだったので思わず参加したくなった。僕も仲間に入っていい？もちろんいいよ、ケビン。1、2のガシャン。1、2のガシャン。弾みで貨車がレールの脇にひっくり返り、積まれていたドラム缶があちこちに散らばった。うわ、大変だ。ドラム缶を落としちゃった。気にしないで、ケビン。しかしケビンは気にしていた。彼はトーマスとパーシーのように貨車を押して遊びたかった。僕には君たちみたいにバッファーがついてないからうまくできないよ。トーマスとパーシーはケビンをがっかりさせたくなかった。仕事が終わったら急いで戻ってくるよ、ケビン。そしたら一緒に1、2のガシャンをやろう。それを聞いてケビンは元気になった。その時、とてもいいアイデアが浮かんだ。僕も機関車みたいに一生懸命に押そう。そうすればトーマスとパーシーと一緒に遊べるぞ。ちょうどそこへエミリーがやってきた。今すぐ行きますね。ケビンはエミリーの方に向かおうとしたが、ドラム缶が邪魔で行けなかった。ちょうどいいや、練習だ。1、2のガシャン。ちょっとひどいじゃない、何するのよ。ドラム缶で車輪に傷がついたじゃない。そこへスペンサーがとても偉そうな態度でやってきた。僕のボイラーはどこにあるんだい？それはですね、スペンサー、その今すぐ持ってきますよ。ケビンは整備工場を走り回ったが、他のドラム缶が邪魔で動けなかった。ちょうどいいや、これも練習だ。1、2のガシャン。まったく何するんだ。ドラム缶が僕のバッファーの下に挟まったぞ。これじゃ走れないじゃないか。うわわわわ
つもりじゃスペンサー。力が入っちゃったスペンサー。すぐに直しますね。ケビンはスペンサーのところに向かった。しかし慌てて走ったので今度は他のドラム缶にぶつかってしまった。やった、1、2のガシャン。僕にも機関車みたいに押せたぞ。ちょうどそこへビクターが帰ってきた。そして問題が起きた。ドラム缶がビクターめがけて飛んでいったのだ。どういうことだ。なんてことをしてくれたんだ、ケビン。オイルまみれでベタベタになったじゃないか。私は車輪に傷がついたわ。僕の車輪は動かなくなったんだぞ、うん、すんません。皆さん、トーマスたちと一緒に 1,2 のガシャンをやりたかったんです。だから機関車みたいに押せるようになりたくて。でも僕にはそんなことできませんでした。それに役に立つ仕事も全然してないです。ちょうどその時、トーマスとパーシーが仕事を終わらせ戻ってきた。やあケビン、 1,2 のガシャンをしよう。ケビンはトーマスとパーシーと一緒になって遊びたかった。でももう無責任なことはしたくなかった。ケビンはみんなの役に立つクレーンになりたかったのだ。ごめんなさい、今無理なんです。仕事がたくさんあるんですよ。こうしてケビンはフックを使いながら慎重に新しい車輪を下ろした。その車輪は新品でピカピカに磨いてあるんですよ、エミリー。ありがとうケビン。お待たせしちゃってごめんなさいスペンサー。また車輪がちゃんと動くように僕が今すぐ直しますからね。いい仕事ぶりだな。やるじゃないか。これでまた走れる。ありがとうケビン。ケビンは微笑んだ。役に立つ仕事ができて嬉しかった。今度はビクターをきれいにする番だ。今すぐ洗剤を持ってきますボス。だがスペンサーを通すのが先だった。先に僕を通してくれ。頼むよ。もちろんですボス。いやスペンサー、さあ来ましたよボス。でもなケビン、洗剤はどこなんだ。ケビンは動きを止め、あちこちを探した。洗剤は見当たらない。そこにあるよ、ケビン。貨車の後ろだよ。ああ。だから探しみたい。それってすごく面白いな。君のフックで物を隠すのって最高のゲームになりそうだよ。まもなくビクターは元通り綺麗な姿に戻った。もういいぞ、トーマスとパーシーと一緒に遊んでおいで。こうしてケビンがフックで物を隠し、トーマスとパーシーが探し回る遊びをした。すごいよケビン、僕たちはフックで物を隠したりできないもん。それを聞きケビンはとても嬉しかった。そこがクレーン車のいいところなんですよ。みんながケビンの言う通りだと歓声を上げた。イエーイ最高。ケビンの自慢のフックというお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。